はい、どうも、オーバン TV のオーバンですということで、今回も始まりました、オーバン TV のお時間でございます。それではね、今回はね、ちょっと申し訳ない、ちょっとマジでこれ企画にするつもりなかったんだけど、ついさっきね、本当にファミリーマート寄ったんよ。で、ファミリーマート寄ったらめちゃくちゃいいもんがあって、やっぱり俺は鬼滅ファンだなと思ったんだけど、これあって買うしかねえ思って速攻買ったね。で、まぁ、今回ちょっと企画というよりかはもうプライベートやな、どっちかと言ったらプライベートにちょっとみんなに付き合ってほしくて、ちょっとね、あるものをね、買ってきたんで、それを開けていきたいと思います。それではじゃあ何を買ったのかというと、こちらです。はい、こちら、つなげて、こちら、つまんでつなげてマスコットっていうね、これめちゃくちゃちっちゃい、この入れ物。こんなちっちゃい入れ物なんだけど、やっぱり鬼滅ファンにはちょっとね、こういうのを買ってみたら買っちゃうんよね。これね、ちょっとレジ持って行って、これ1個なんぼしますかってレジのお姉さんに聞いたよね。そしたらね、1個330円って。これよ、こんなちっちゃいのに330円するみたいな、めっちゃ高いなと思って、とりあえずあれだけ買ってきたんですけど、今日はこちら、ごはパパパパパ、こちら5箱買ってきました。もう5個しかなかったんで、これもうとりあえず全部くださいよね、全部買ってきたんですけど、本当はね、これをね、企画にするんだったら、あの、本当箱買いとかしたかったんだけど、ちょっと箱も全部ないし、すぐ欲しいしということで、もう買っちゃったんですね、5個。これ開けていきたいと思います。でね、これがね、ちょっと今さっき見てたんですけど、これまあめっちゃ可愛いよ。これつまんでって、こうつまんで持ったりするやつなんだけど、これつなげれるよね、マスコット。こんな感じで、ねずこ、善逸、伊之助なんだけど、これちょっと見にくいな、これ画質悪っ、画質悪っ。で、これが全14種類、今ここにね、7種類かな、4、5、6、7種類は載ってるよね。炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、かなおちゃん、しのぶ、富岡義勇ね。ちょっと見にくいな、これカメラ買おうかな、もう。これね、これ全部7種類は載ってるんだけど、全部でね、14種類あるみたいなんですよ。なんで、今日は開けていきたいと思います。今日はね、ちょっと子供向けのね、 YouTube になってしまうんですけど、まあ僕もね、子供っぽいといえば子供っぽいんで、ちょっとそれをね、一緒に開けていけれたらなと思っております。それでは開けていきましょう。ランランルー。いやー、俺はやっぱりな、俺ずっとね、 YouTube で言っとんだけど、忍かな、一番欲しいのは。墓地を忍か、かなおちゃん。鬼滅で俺、女のキャラの方が好きかもしれない。まあね、その忍とかなおちゃんが出たら、俺はめちゃくちゃ。ランランルー。まず1個目。すげえな、これマジで。めちゃくちゃちっちゃいよ。それでは開けていきたいと思います。さあ、一発目から来い、かなおちゃん、忍。いきますよ。さあ、いきますよ。せーの、忍。善逸だよ、もう善逸だよ。あ、でもめっちゃこれクオリティ高い。これすげえぞ。お、出るかわいいか、これ見て、すげえ、こんなんです。うわー、これはかなおちゃん欲しいわ。ちょっとどうしよう、ここどこか。さあ、続きまして、やべえな、5個しかねえけん、きついぞこれ。多分かぶりだけはやめてほしいよな、まずかぶってほしくはね。さあ、いきますね。それではオープンザキャラクター。ほっ、え、富岡さんだよ。富岡さんかよ。富岡義勇って結構でも人気あるらしいね。あの、女の子からしたら富岡さんが一番いいみたいな、結構聞きますよ、その話。おお、富岡義勇、なんかすげえやる気ねえ顔してる。すげえやる気ねえ顔してる。眠たそうな。全然いいよ、かぶってないからね。順調、マジで順調だわ。さあ、3つ目です。頼む、マジでかなおちゃんか、コーチを忍ぶ出てきてくれ。俺はその2人を待ってる。炭治郎、炭治郎だ。え、これ炭治郎しかこれついてない、チェーンみたいな。炭治郎これついてるよ、他のキャラクターついてないよ。炭治郎でございます。すげえな、かぶってねえぞ今んとこ。めちゃくちゃ順調。でも残すところあと2つ。これは出んぞマジで、出てくれ忍。禰豆
コ、あ、ネズコじゃないよ出てくれ、忍ぶかなおちゃん、せーの、はい、俺ね、マジで俺こういうのマジ持っとんよね。あのウエハースやった時もシークレットとか出たし、俺結構こういうの持っとんかもしれない。うわ、テンション上がる、マジでかった、やばくない？まずこれ被ってないところがすごくない？4種類とりあえず。さあ、あとは残すところ1個でございます。こちらでね、包丁忍さんをね出してみたいと思います。俺マジで持っとるけんな、こういうの。最後はきっちり決めたいと思います。校長忍降臨。やばっ、あっち汗かいてきた、これやばくね、うわ嬉しい、これすごくね、校長忍さんです。やべえ、めっちゃ嬉しいよ。2つともゲットできました。校長忍かなおちゃんと、あとは違う三重師ね、ちょっとこれつなげてみようか。じゃーん、これ神回や、神回や、いやーマジでよかったわ、これは企画になったんじゃない、企画によしっていうただの動画なんですけどいや本当に次こそはね、ちょっと鬼滅の企画をね、またなんかやりたいと思いますんで、ぜひ見てください。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。あ、ちょっと待って、軽く告知させてもらいたいんだけど、少しの間ね、ちょっとね、毎週日曜日更新しております大盤ダッシュの方、ちょっとの期間だけお休みをいただきたいと思ってます。ちゃんと動画はなるべく開けないようにどんどん更新していこうと思ってますんで、ぜひ見てください。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。最後に、大盤やっぱり大盤って持ってるよねと思った方はグッドボタン、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた会いましょう。それでは次回予告スタート。命の大切さについてね、今日はちょっと話させてもらいたいなと思っております。めちゃくちゃ声が枯れてても叫びますよ。1分1秒、明日を生きるんじゃなくて今を楽しむ、今を生きましょう。